じゃん。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。日本シリーズ第4戦行われました。なあ。なあ。見ててもやっぱ疲れるな。やってる選手たちはヘトヘトだろうとは思うけど、本当にいい試合が続いてる。これね、1、2、3、4試合全部なんか内容が違ってね。ちょっとな。目が離せません。系統が違うような野球を見せられてるというようなね。同じチームでね。同じチーム同士でな。ということで。まあ素晴らしいよねチームね、ね、戦い方が、まあ、それで今日は阪神が一つ勝ったと、ね、勝ちました。これでね、星を戻したというね、2勝2敗ずつのことになって、はい、まあこれで京セラまで絶対戻るという形になったよね、はい、まあ今日どんな試合になったか、はい、今日も甲子園で、はい、看板やちいちゃんよろしくということで、はい、お願いします。まずメンバーからね、うん、見ていこう。はい、これね、阪神はメンバーは変わらないけれども、はい、打順が一箇所変わったのか、うん、まあ、ノイジーと佐藤を入れ替えたというね、はい、まあ、佐藤輝がちょっと状態があまり芳しくない、また左ピッチャーだということで、うん、まあ、ノイジーも調子が良くなってきて、うん、一つ上げたということだよね。で、佐藤を一つ下げたと。で、オリックスの方は、まあ、変わり映えしないんだけど、まあ、野口が入ってきて、ね、まあ、広川を続けて使うというね、うん、いうことになったんだけども、まあ、ピッチャーは才木と山崎達也と、はい、ね、いうことで、オリックスの方ももうこうパターンができてきてる感じなんですかね。まあそうだね、DH がないだけに、ね、まあ、ある程度守れてっていう、うん、まあ、使う方も限定されてくるから、うん、まあ、大体固定されてきてるよね、うん、あ、はい、A か B かみたいな感じですね。まあ、まあそうだね、うん、はい、はい、ということで試合がどうなったか、うん、ね、詳しくそこは見ていきましょう。はい、はい、こういうことになりました。はい、ね、結果はね、4対3で阪神がサヨナラで勝つというような試合になりましたが、はい、まず初回、うん、ね、オリックスの攻撃、うん、才木の立ち上がり、はい、まあ、20球ほどかかったんだよね、うん、そのうち、まあ、変化球が入らずにほとんどまっすぐという、まあ、形にはなったんだけども、うん、まあ、ストライクボールがはっきりしてるし、やっぱ相当力んでるなっていう印象はあった。まあこれはしょうがないよね。なんかね、ちょっとその影響か、ちょっと手から出血とかもあったんですよね。まあ親指のここら辺がね切れてね、うんうんうん、出血しながら投げてたけども、はい、まあ投げるこの手のひらの方には影響なくね、うんうんうん、まあ投げてて、ちょっと心配でした。まあ力みがいつ取れるかなというね、うん、まあそんな感じがあったんだけども、はい、まあ3人で立ち上がったという。で、その裏、1回裏、はい、阪神の攻撃、うん、まあ近本がポンポンと追い込まれてから、うん、ワンボールツーストライクから、レフト前にヒット、はい、ね。昨日の3球三振かなとまた思ったんだけど、最初の打席ね、あ、これはもう近本やり返しました。はい、でやっぱり中野がちょっとね状態が落ちてるんで、はい、まあ手堅くバントできたよね、うん、まあ、見事なバントでセカンドに送り、はい、続く森下が高めに浮いたちょっとフォークボールを左中間にツーベースヒット、うん、まあそれで先取点を取れたということ、うん、だからまあ阪神のなんていうのかな、綺麗な形というか、うん、いつも下位打線から上位に回ってきて点を取るっていうんじゃなくて、上位で点を取ったっていうね、うん、1番が出て送り、まあ綺麗な攻撃で、うん、まあ、先取点を取ったということだよね、はい、で2回表、うん、頓宮から始まりました、はい、うん、外のまっすぐ、うん、ね、力のあるボールをセンターオーバーの三塁打、ね、これねちょっと不運なことにクッションが強く返ってきたんだよね、うんうん、ああいうことってあんまりないんだけど甲子園では、うん、金網に当たるか下のラバーに当たるか、全然こう下にボトッと落ちたりとかするんだけども、こう衝撃が緩くなってね、そうそう、ちょっとねどこに当たったかこうあんまり分かんないんだけど、硬いところに当たったんだろうね、すごい勢いで返ってきてましたね。そうそうそう、まあこれが三塁打になった、うん、ね、ゴンザレス三振、うん、紅林、はい、ライト前にヒットというね、これがタイムリーとなってね、うん、やっぱ工夫するね、うん、オリックスの選手って、うん、やっぱり引っ張ってダメだと思ったら完全に追っつけて打ちに来るもんね、なるほど、まあ、紅林なんか、うん、まあ、見事なね、攻撃で、はい、まあ、同点に追いついたという、うん、まあ、チャンスも続いて山崎福也まで行ったんだけども、はい、ね、だけどまあライトフライね、広岡選手がヒットを打ってね、つないでね、はい、バッティングの好きなバッティングのいい、ピッチャーなんだけども、はい、まあ、今日は打てなかったというね、うん、はい、そしてその裏、うん、阪神の攻撃 ね、2回の、まあ、同点に追いつかれて、うん、まあ、すぐ突き放すんだけど、はい、まあ、佐藤輝明、坂本三振三振できたんだよね、うん、あ、この回は
まあ、点は入らないなっていうふうに思ってたんだけど、うん、木浪がセカンドへの内野安打、まあ、ファーストへのヘッドスライディング、うん、あ、これは良かった、ピッチャーまで回して次の回近本、当たってる近本から、始まるなって思ってたら、うん、なんと、うん、佐伯がフォアボールを取る、うん、で2アウト1、2塁以外、ね、これね、やっぱりね、パリーグのピッチャーってピッチャーと対戦してないし投げてないから投げにくいんだろうね。そうなんですかね、やっぱりで投げにくいんだよ。うん、で最後際どいボールだったんだけど、よく最近も見逃したしね、うん、まあ、それがフォアボールになって、うん、ツーアウト1、2塁、なんでもない回が大ピンチになっちゃったんだよね、うん、一番に回ってね、一番に回った、もう近本選手ね、はい、で近本、うん、三遊間に持ってったよ、レフト前に、そしたら木浪がセカンドから帰ってくる、うん、タイミングは際どいアウトだったんだけど、うん、ちょっとボールがそれた分だけ、うん、まあ、セーフになったというね、うん、これは藤本、うん、コーチが、はい、よく回したね、三塁のね、あ、やっぱ状況的に考えるとさ、うん、なんかもらったようなチャンスじゃない、で次の中野が、うん、ちょっと当たりが止まってないだけに、止まってるだけにでしょ、止まってるだけにだから強引にね、うん、ちょっと回した嫌いもあるけども、うん、あれは回して正解だよね、ね、うん、よくなんていうの、点にしたなと思ってね、この回また後になってそれ1点差っていう試合になってるから余計にね、まあそうだねで初回のこの1点の取れ方もそうだけども、うん、やっぱ阪神らしい攻撃がここでも出たということだよね、うん、ね、いや見事なこの1点の取り方だったよ、ね、はい、ということで2回に2点目が入ったと、そうだね、はい、はい、ということで3回表、はい、次は3回表オリックスの攻撃、ね、もうねチャンスだらけなんだよオリックスね、あ、うん、中川が、うん、レフト前ヒット、はい、続く宗フォアボール、うん、うわーこれはいかんぞと、ノーアウト1、2塁ね、やっぱ森頓宮ってやつとつながる、うん、で森を追い込んで、森がね佐伯に合ってないんだよね、なるほど、でまっすぐにはちょっと遅れ気味だし、うん、フォークはなんかこうタイミングが全く合わないスイングをし、うん、まあ、外のまっすぐを強引に打って、うん、663のダブルプレー、うん、でもランナーはサードに残ってるんだけども、まあ、頓宮が、最後フォークボールを振って、まあ、三振ということで、うん、まあ、ピンチを切り抜けた、ね、で2回3回、うん、先頭打者出してる、はい、で4回また先頭打者出すオリックスね、うん、ゴンザレスフォアボール、はい、紅林送りバント、うん、ワンアウト二塁、うん、やっぱこうね送ってくるんだよね、うん、で野口フォアボール、はい、ワンアウト一二塁ね、ワンアウト一二塁、はい、で広岡センターフライ、うん、で山崎達也三振という、このフォアボールが気になりだしたんだよね最近の、うん、なんか、ね、こうやっぱこう力が抜けないというかさ、うんうん、もういけるところまでっていう力みがね、なんかフォアボールを生んでるような気がしたんだよね、なるほど、で5回、うん、はい、また5回の表のオリックスね、はい、オリックス、はい、まあ、ワンアウトから、うん、宗がツーベースで森、まあ、初球の外の変化球、まあ、おそらくフォークボールだったんだけども、うん、やっぱ結果がこう三振ダブルプレーできてるから、この打席嫌だったんだよね、うん、気持ち入れ替えてくるだろうなと思ってたら、うん、まあ、大きなセンターフライ、うん、ちょっと先っぽだったんだけども、まあ、フェンスまで届かずということで、頓宮がまっすぐにちょっと遅れて、うん、ファーストのファールフライ、うん、佐伯はこの5回でマウンドを降りるんだけども、あのピンチだらけだったんだよね、ねえ、オリックスは再三チャンス到来というね、で綱渡りだったんだけども、うん、まあ、あの2回のチャンス3、4回のチャンスは、うん、やっぱりピッチャーだったということね、ピッチャーだった打者が、はい、あ、だから助かったということだよね、なんとか切り抜けたと、うん、まあ、なんとか切り抜けたということだよ、うん、その5回裏、はい、阪神の攻撃、ね、阪神の攻撃、うん、でそれまでね、緩急を使いながらピシャッと抑えられてきてるんだよね、うん、かわされてきてるという、うん、それもね思ったよりもまっすぐの使い方がうまかったなっていう、なるほど、でみんな詰まるケースが多くてね、うん、で、ああやっぱ打ちにくいピッチャーだな、さすが10勝投手だなっていうふうに見てたんだけども、うん、また5回先頭打者近本、はい、1番からね、はい、センター前ヒット、はい、で2番中野、この送りバントが、うん、ピッチャーのエラー悪送球を誘うんだよね、そうでしたね、1塁に、うん、ちょっとふわっと投げちゃって、ね、まあ、セカンド寄りにねボールがそれて、うん、ゴンザレスがベースを踏めなかったという、そうですね、離れちゃったんですよね、うん、ちょっと、まあ、この心理ってね、やっぱチャンスがあれだけありながら、うん、
同点に追いついてくれないとか 点を取ってくれない、なんかイラ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 してたものが、うん、なんかそのボールの処理に出てしまったのかなというね、うん、まあ、そんな感じもするけども、うん、でもあそこら辺はしっかり投げないとね、うん、まあ、いけないなというふうには思います。ノーアウト1、2塁になってしまったね、はい、ここでオリックスベンチがあのスパッと比嘉に交代ね、このエラーの後、うん、すぐね、やっぱりここから右3枚つながるから、うん、まあ、比嘉ってやっぱり打ちにくいよね、うん、あのなんていうの、変則は、うん、ちょっとサイド気味のね、うん、森下が、うん、やっぱ強攻に行って深いショートゴロの 6-4 フォースアウト、うん、中野がフォースアウトされたという、うん、まあ、森下一生懸命走って1・3塁ワンアウト1・3塁を作り、バッター大山、これも深いところに大山を打って、うん、6-4 のゲッツー崩れで1点を取るという、大山選手も一生懸命走って ね、うん、やっぱりこう大山って全て一生懸命やるプレイヤーだから、うん、絶対こう走塁とかでも抜かないしね、うん、まあ、そういうものが、まあ、打点につながったという、はい、この打点はこのシリーズ初打点ということになったけどもね、まあ、これで、3点目を取るということでね、うん、3対1というふうにリード で、ね、で7回の表ね、7回の表、はい、オリックスの攻撃で、はい、広岡から始まる、うん、広岡が、まあ、サードゴロを打つ、うん、佐藤輝明エラー、これは何でもないゴロだと思うんだよね、うん、でバッティングの状態っていうのがそれまで3三振、うん、やっぱこう打てないし、まあ、責任も感じてたんだろうし、気持ちが重いな、なんかそういうのが出てしまったんでしょうかね、動きが悪かったね、うん、まあ、それでエラーをし、ピンチヒッターセデーニョ、ね、代打ね、はい、代打でレフト前ヒット、はい、で1番に戻り、うん、中川、ね、でこの時にねセデーニョ選手にダイソーの小田選手が送られたんですよね、はい、この時にねピッチャーは桐敷に変わってんだよね、前の回からね、うん、6回から才木投手から桐敷投手に変わってて、はい、はい、で中川が送りバント、うん、で宗、思ったのは、うん、オリックスの手が当たるんだよね、まあ、例えばその代打セデーニョを送ると、うん、ヒット打ってチャンスを広げてくれる、で1番中川、うん、バントを出したら決めてくれる、うん、これはもう流れ的に点が取れる流れなんだよね、うんうん、で宗で同じ昨日伊藤将司から逆転のタイムリー打ったよね、うん、はい、まあ、そういう場面と同じような場面になったんだよね、うん、でまあ類置きは違うにしても、はいはい、でねこれもフルカウントまで行ったんだよ、うん、で昨日フルカウント行ってインサイドを要求したんだよね、うん、坂本が、うん、それが甘くなって打たれるんだ、うん、今日どうするかなと思ってたら、うん、同じような失敗した、最後ね見ててインサイドに構えた時やばいって思ったっけ、ね、言ったよね、うん、やっぱね同じ失敗になった、うん、これねデータで宗は多分左ピッチャーのインサイドを攻めると弱いっていうデータがあるのかもわからない、あそこまでしつこく攻めるっていうのはね、いやだけど俺が思うにはインサイドを攻めるとやっぱ強く振れるんだよね胸って、うんうん、でね今の状態っていうのは外に投げられると手打ちなんだよ、うん、そしたらね手打ちってあんまりヒットになんないんだよ、うんうん、やっぱ強く振られるとやっぱそれだけ打球に対しての勢いがあるし、やっぱ同じような球になってセンター返しされてこれが同点タイムになったんだよ、うん、だから坂本今頃悔いを残してんじゃないかなっていうね、あの配球に関しては、うんうん、あの一球ね、あの一球はね、うん、だから坂本もちょっと疲れてるかな、脳が疲れてきてるかなっていうような感じがするよ、頭がフル回転でしょうね、フル回転してるからね、うんうん、だから全体的にはこの場面だけちょっとミスったなっていうふうには思っただけなんだけど、はい、まあこれが同点タイムリーを生んだというね、うん、まあ打った宗選手ね、いやーまあまあ素晴らしいよ ね、まあ、調子も上げてきてるし、うん、やっぱそこに投げさせる何かがあるんだろうね、胸にもね、うん、ね、うん、だからね、その相互関係でやってるから、うん、まあ我々見てるだけじゃわからないけども、はい、何かあるんだろうね、ね、胸に打たれた後に、うん、頓宮のところで石井に変えるんだよね、そうなんですよね、ピッチャーが桐敷投手から石井投手に変わるんですよね、そう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 、うん、でその時に、佐藤のところに石井を入れて9番に糸原を入れるんだよね、そうなんです、あの打順佐藤選手のところに石井投手を入れて、ね、だから守備の交代、はい、サードが糸原選手に変わるんですよね、そうだね、うん、だから佐藤輝をベンチに
下げて糸原を使ったという。そうですね、まあこれはもうピッチャーとか打順のやりくりもあったし、うんね、まあエラーも重なってる、うん、三振もしてるということで、うん、やっぱ里輝を一回ちょっと休ませようということでね、うん、まあベンチに下げたけどもね、はい、でその裏7回、ね、その糸原選手から始まる、ね、ね、それが内野安打、はい、ここピッチャーが変わるんですよね、小木田、はい、からショートへの内野安打、うん、で近本、うん、ああセンターフライかと思ったらなんと中川を落としたというね。そうなんですね、うん、でボールとねこうやってちょっと行き過ぎちゃって、うん、ボールとグラブと目が重なる状態になっちゃったんだよね。なるほど。だから多分見えてないと思うんだよ、うんうんうん、見えない位置になっちゃったんだよね、うんうん、まあ、それで落球になっちゃったんだけども、はい、もう大ピンチだよ、ね、ノーアウト1、2塁ほんと急に大ピンチ。またね、はい、はい、7回表には里輝がエラーをする、うん、7回裏には中川がエラーする、うん、で続く中野、まあ当然バントだろうなと思ってたら、うん、バント失敗というね、バントね、うん、サード封殺ということで、で森下ファーストフライ、はい、インフィールドフライ、うん、で大山が三振というね、いうことで、まあエラーはこのシリーズすごく点になってたんだけど、うん、ここら辺からやっぱ重苦しい雰囲気になってるから、うん、なかなか点になんないんだよ ね。で8回、はい、8回の表ね、オリックスの攻撃、ね、オリックスの攻撃、うん、先頭紅林、はい、センター前ヒット、うん、野口、うん、まあ、どうしても送りたい、どうしても送りたかったですね、はい、スリーバントで、スリーバント失敗で三振、はい、広岡、うん、ラインエンドヒットフルカウントから、うん、いや広岡いい働きしてるな、頑張ってんな、本当ね、ここのところね、あもうよく打ってるし、だからそれまではブリブリ振るんだけどもさ、うん、フルカウントになってラインエンドヒットになった瞬間に、うん、軽打に変わるんだよね、うん、これが見事に決まって一三塁を作るね、ワンアウト一三塁ね、はい、うん、ここで中島監督動きました、はい、ピンチヒッター、うん、T 岡田、はい、で阪神ベンチピッチャー、島本で代打の代打、はい、足立ということでね、えもうここはね両監督のねえ、ね、うん、あの両監督が動いて、うん、でその島本が足立をサードゴロで紅林がホームに突っ込んできて、タッチアウトということでね、うん、でツーアウト1、2塁1、3塁、ね、あ、1、3塁だね、1回盗塁があったからね、そうなんです、広岡選手がね1回盗塁してるんですよね、うん、はい、うん、だからまあ、 1、3塁になり、はい、で中川の時に、うん、ピッチャー湯浅というね、いや久しぶりだなと思って、誰がいるんだ今日って見てたら湯浅投手入ってたな、使うのかなと思ったらここで使ってきた、出てきましたよ。だからやっぱ使うところもやっぱ会話だけはさせないなと思って、もう一人だけ一冊できたよね、うん、なんかすごい球場が湧いたよね、なったから誰だろうと思って、そうだね、湯浅投手でしたね、で一球で打ち取ったというね、うん、でセカンドフライ、はい、でもねこのやっぱりこう重苦しい雰囲気を、うん、なんかもう一度新鮮な空気に変えたのがなんか湯浅のような気がするんだよね。なるほど、こうリセットっていうリセットという意味ではね、うんうんうん、だわー出てきたみたいな、うん、まあそんな感じで、はい、9回これで9回の裏、はい、裏のね、まあ、9回表はね岩崎を使い、うんうん、ヒットは森に打たれるものの、うん、0点に抑えたというね、ね、で9回、相手はワゲスパック、そうですね、ね、宇田川投手になってて、宇田川が抑えて、うん、で9回ワゲスパック糸原三振、うん、なやっぱ球は走ってたね、うん、あの155キロとか出てたんだけど、うん、近本フォアボールね、うん、でここでね、3球目にワイルドピッチがあったんだよね、はい、でワンアウトランナーセカンド、うん、2、4、5、6球目、はい、あの中野選手の時ですよね、うん、中野選手の6球目にもワイルドピッチがあって、うん、そうそう、もう難なくワンアウトサードを作っちゃうんだよね、そうなんですよね、でフルカウントになったんだけど、うん、ワイルドピッチの後にあの中野申告敬遠、
その時点でね、その時点で一塁が空いたから、はいはい、まあ一塁が空いたからっていうか、もう空いてたけどね、空いてたか、あ、空いてたんだけど、うん、はい、いやフルカウントだから俺勝負に行って森下を下げるかなと思ったんだけど、次も申告敬遠なんだっていう、ワンアウト満塁にしたんだよね、満塁にして、で大山との勝負に出たんだよ。そうなんですよね。で大山が 1,2 球の変化球、これを冷静に見逃したね。やっぱり、ね、ああいう場面って当たってなかったって振りたくなるんだけども、うん、勝負を早く決着つけたいということで、うん、いやだけどね、粘った、ノースリーまで行ったんだよ。そうなんですよね、スリーボールね、あ、スリーボールまでね、うん、行って、まあ次見逃して、次ファール、はい、もうまっすぐしかないよね、もうフルカウントになって、うん、でまっすぐしかない、フォアボールも許されないですからね、うん、押し出しになってさ、そうなるので、でね、中島監督の頭の中で、うん、大山をここでもう押さえつけとこうと思ったと思うんだよ、うん、わざと大山と勝負行ったと思うんだよ。なるほど。これはなぜかというと、昨日の今日で、うん、昨日も1本あそこで打っとけばっていうところで打たなくて、うん、ゲームセットになった、はい、今日なんかゲッツー打ったらもう完全にシリーズ大山はいないもんと思っていいと思ったと思うんだよね、精神的にも、うん、もう耐えきれんだろうって、うん、でも大山が最後よく三遊間破ってサヨナラヒット打ったよ、ね、いや見事だった、ね、やっぱりね、大山は1年間ずっと耐え続けた、ね、4番だよ、うん、1年間4番通した、うん、まあさすがの4番だったな。もう昨日のことを踏まえてももうね、もう絶対にというね、いやものすごいプレッシャーだったと思うよ、うん、もうその中でやっぱ打ち返した、うん、これがね犠牲フライでさよならっていうんじゃなくて、うん、ヒットで決めたっていうことがすごく明日へつながると思うんだよね、うん、だから素晴らしいヒットだったと思うし、ね、よく精神的にも耐え切ったと思うよ、ね、そこが4番なんでしょうかね。いやそこが4番だと思うよ、うん、だからよかったなと思ってね大山、うん、ねえ、ねえ、でもオリックスもやっぱね、チャンピオンチームだけにしたたかな策を取ってくるな。本当いろんなことが起こりますね。いや、やっぱね、度胸が中島監督座ってるわ、うん、いやここを落としても、仮に落とすことがあったとしても大山と勝負に行って、うん、大山をやっぱシリーズ逆シリーズ男にしちゃおうっていうような、そんな狙いもあったと思うんだよね、うん、まあ当たってないことも確かにあったしね、うんうん、まあそのままそのまあ打たれてもとは思ってないと思うんだけど、うん、いやだけどここら辺はね、やっぱ中島監督っていうのは度胸が座ってんな。ねえ、もう迷いなく森下選手なんかね、うん、申告敬遠って言ってすぐ、そうだ ね、 ねで山崎幸也を変える時のところなんかは、ね、エラーが出てもスッと出てきて、うん、日がに変えるとかさ、うん、やっぱこう切れ味はあるね。もう自分の中でパパパってそのケースでいろいろ出てくるんでしょうかね。そうだね、うん、だからまあ本当に面白い試合だったけども、いや本当にね、豊かの今日のヒーロー、はい、もう大山です。もうね、もうね、いろいろ考えて、うん、いやもうこう直接的な直線的なヒーローっていうのはじゃなくて、なんかこう隠れているような影のヒーローみたいなのを今まであれしてたんだけども、うん、やっぱ今日は大山以外ないわ。やっぱ彼はやっぱ精神的にもたくましく1年間でなったし、うん、本当に感動するような最後にバッティングを見せてくれたよ、うん、まあ、みんな心配したと思うよ阪神ファンは。ね、でもね、それは心配だけども信じて疑わなかったっていうことはあると思うんだよ、はい、これはなぜかというと、やっぱり1年間ちゃんと4番を務めてくれたというね、うん、そういうことがあって優勝にも結びついてるわけだから、はい、だから見事なやっぱヒットだったなっていうふうに思うよ ね、 ね、もう称賛します、本当に讃えますね、え、ね、ということでね、うん、綺麗にさよならということで、そうだね、4対3、うん、もうこの 8-0 ときてね、え、もう毎試合、ね、もう1点差勝負になってきたでしょ。そうなんですよ ね、 ね、やっぱり日本シリーズらしくなってきたし、うん、でオリックスの方はやっぱこう DH 制じゃないっていうことがやっぱ一つ今日はポイントだったと思うんだけど、うん、本当の大きなチャンスっていうのがピッチャーのところに回ってきたりだとか、うんうん、したんだよね。いつもだったら野手が打席に立っているところに、うん、まあ、山崎幸也バッティングは確かにいいかもわからないけども、才木を簡単に打てるかっていうと、そりゃ野手だって大変なのに、そりゃ、ね、久しぶりに立ってね、なかなか打てないよ、うん、だからそういう
ず不運さもあったよね、うんうん、ただこうじわ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 追い詰めていくあのオリックスの圧力っていうのは、まあ阪神は今日はねすごく耐え抜いたけど、うん、まあやっぱこう重圧感があるなっていうのがあるよね。いや本当にこの1点差っていう風に現れてるけど、僅差の戦い、うん、でも多分ずっとねそこ青いゼロが並んでますけどオリックス、うんね、阪神はピンチが多くて疲れたでしょうね。もう何度先頭打者出したか ね, ねえだけど、うん、まあここでねあの先ほども言った宗に対しての配球を言ったけども、うん、ここら辺はよくね坂本耐えてるんだよ、うん、先頭打者出すけど、ねね、なんとかしのいで、いってるからまあ本当に疲れるゲームをやるなっていう ね, ね、まあ、そんな感じがするけど、で今日はねこう4時間も超えた試合だけれども、はい、また明日も甲子園であるというね。そうだね、うん、まあ明日はどちらが勝っても王手になるわけだから、はい、そうです ね, まあ本当に大事な一戦になるしね、はい、先発ピッチャーは大竹投手と田島投手ですね、うん、そうだね、うん、左対左のまああのパワー系の左とまあなんどちらかというと南東派の緩急の大竹というね、うんね、うん、まあこういう構図になってくるけども、また明日はねどういった試合になるか、試合になるのかね、まあ阪神の方はやっぱり状態の悪い佐藤輝をどうするのか、うん、ね明日田島という左が来るしね、うん、これをどうして使うのかっていうのも一つのポイントだろうしね、うん、まあオリックスの方はそんなに変えてこないかなっていうような気もするしね、うんうん、このね甲子園での盛り上がってサヨナラで終わった次の日のすぐ試合、オリックス阪神それぞれねどういう風な気持ちで、まあ、オリックスの方はもう本当にシーズンから切り替えはいいチームだし、そうですよね、まあ、今日は今日明日は明日だなみたいな、うんうん、そんな感じですよね、まあ、そうそうそう、うん、だからもう短編小説みたいな、うんうんうん、まあ、そんな感じで明日は何、うんうん、どんなドラマみたいな、うんうん、そんな感じだと思う、うん、で阪神の方はやっぱこの勢いを続けたいよね、ね、うん、このままね、日本一に向けての、うん、なんかこうね最後のストーリーがあるのかなっていう感じでしょうか。まあそうだね、うん、まあそうしていかないといけないよね、はい、ということで、はい、明日はまたどんな試合になるのか。そうだね、この4戦からではちょっと予想が全然つかないですよ。つかない、うん、だから目が離せないということで、そうです ね明日も楽しみにしてます。はい、ね、本当に疲れてると思うけど、うん、ね、頑張ってください。はい、はい